申し込む。マツコデラックス、私退学します。航空学校のスパルタ指導にドン引き。日本テレビ系で3月10日土曜日に放送されるマツコ会議、夜11時0分11時30分でマツコデラックスが山梨日本航空高等学校の実態に仰天する。今回中継ぎをつないだ日本航空高等学校は航空専門の学校というわけではなく、航空科と普通科があり、高校野球出場などスポーツの名門校としても有名。しかし日本で数少ない航空科がある高校ということで、経営、キャビンアテンダントイコール客室乗務員やパイロットの専門知識を学ぶために全国から生徒が集まる。近くあのマツコがビビった人物とは。ディレクターが経営を目指す生徒の教室に潜入すると、なぜ経営になりたいかという志望動機をスピーチする授業の真っ最中。生徒がスピーチを終えるたびに元経営の先生がフィードバックを行うのだが、志望動機がちょっと一般的すぎる、みんなが同じことを言っていると全く他の人と同じになってしまいますので、志望動機はしっかりと考えてください。あなたが緊張するとお客様も緊張しますよ、などの辛口のダメ出しを連発。マツコは、いやちょっとごめんなさい、私ここには立ち入れないんですけど、怖くてと視聴者代表でコメントすると、先生は今日はちょっと優しくしたつもりだったんです、テレビなので、とにっこり。恐ろしい先生、実は愛にあふれた人だった。その先生の言動にさすがのマツコも、いや涙ダッシュ涙ダッシュ涙ダッシュ、私退学しますと震え上がる始末。しかし先生と話すうちに、マツコは生徒への厳しさを愛の無知なのねと納得。今度はみんなわかった、先生は大変だったのよと口劇の矛先を生徒に向け、マツコ流のエールを送る。経営科唯一の男子生徒がマツコと対決。また経営科に在籍する唯一の男子生徒が登場。空港や飛行機が好きで、航空関係の仕事に携わりたいと好きな飛行機について語る男子に、マツコはそれに引けを取らない知識で彼をタジタジにしてしまう一幕も。他、パイロットを目指すクラスの授業や学校に昔からある個性的な売店の話など、航空業界を目指す学生たちの興味深い話が次々に飛び出す。